やがては西日本最大の抗争事件の目ともなっていったのである。その頃、広野は呉市でスクラップ置き場の警備を専業とするささやかな一家を構えていた。踊りで泥棒したら誰が傷つくんじゃい。盗んだスクラップは何ぼで売ったんじゃ。20万とちょっとで。クソバカだれ、出さんじゃその手に。悪い、女がテレビが欲しいよりますけ、胃の食うちゃって。あおたれ、何がテレビじゃ。けどは兄貴。